はい、こんにちは、りょうです。いきなりスタートですが、これ家をね、丸洗い高圧洗浄機を当ててるとこです。言えば自分一人で塗るなんてね、無謀な計画よねって自分で思いながら、もうスタートしてしもうた。またいきなり作業の映像バッテンが、これは家のね、裏の方で一番まあ目立たんところで、一番壁の汚かったところば、ペンキの色のどがん感じかわからんやったけんが、試し塗りばしてね、色の状態ば見よるとこたいね。で、まあいい感じやったけんが、途中からやっと養生したり、ローラーではね、入らんところ、色の入らんところばハケで塗ってしたところだいね。で、これが近所のね、おじさんが数分間だけちょっとローラー塗り場手伝おうかって言って、数分間だけ数分間だけ凝らしたところね。で、ほんの数分間だけしてすぐ帰らしたっていう映像で、まだこの状態はね、100% ではないとばって、まあ 90% ぐらい、一番裏手が完成したところだいね。これは、娘とね、ペンキで遊んだところだいね。自分の家ならではよね、娘と自分の家ばペンキで塗って遊べるってね。で、表に戻って、養生ばして、自分で、今から塗るっていうところ。朝から養生ばして塗り始めが昼は過ぎとったね。1時ぐらいやったかな。養生にやっぱり 3,4 時間かかったかな。で、夕方まで目いっぱいかかって、一応はけば最初に行って、はけば3種類使ったね。で、ローラーも裏手ば塗ったとば学んどったけんが、裏で使ったローラーで合わんやったけんが、また別のローラーば買ってね、別のまあハケ目ローラー目のやつば買って、で、夕方までで2回塗りして一応完成したってとこたいね。次の日が雨やったけんが、ちょっと急ぎでね、なかなかまあいい感じには仕上がったかな。だ、言うてもその建築塗装ば現在進行形で仕事でしようわけでもなかけんが、やっぱりちょこちょこね、あ、ここは交換すればよかったというポイント、まあ、失敗体ねはあったけど、そんな目立つもんでもないし、まあ結構よか感じに仕上がったかなってとこ。次はまあドアば塗ったり、木の部分、また特殊なね、塗装というか塗料ね、使って木の部分とかはね、塗っていこうかなと思える。今回はこんな感じで、ざっと終わりました。